皆さんこんにちは、パチンコ漫画家のドンキホーテ谷村仁志です。いやー、元旦のホール行ってきました。もうあちこちのホール見て回るだけでちょっと時間かかってしまいましたけれど、まあですね、ゴジラ対エヴァンゲリオンとエヴァンゲリオン未来への方向、この2機種はもうどこのホールも満席です。いや、これだけお客さんを引っ張ってくれる台が出てくるとですね、あー、なんか海があれだけこうお客さんを引っ張ってたお正月をですね、まあエヴァンゲリオンですよね、ゴジラとエヴァンゲリオンが、引っ張ってくれてるわけですよね。これでまあ、23日から、ガロのあの巨大な大枠が登場して、しかも2月にですね、新北斗無双が出てきたりすると、ますますですね、もうホールはすごいことになりそうです。いや、本当にですね、なんか新しい時代が来たなって感じをふつふつと感じます。あ、僕の方はですね、まあ空いてる台ちょこっと打ったりなんかしたんですが、まあアズールレーンでですね単発を引いたんでがっかりですが、あとはですね、あの7つの秘伝用の画像がですね足りないんで、ちょっとだけ開けば、ゴジラ対エヴァンゲリオンを打つという感じの立ち回りです。あの、なんといってもですね、まだ揃わないというか、手元にですねないのが、連チャンを重ねた時にですね、例の剣道が X 星人に変わるあの画像が欲しいんですよね。確かですね、パチンコ必勝本プラス折り法のですね、雲龍編集長が自分自身の実践で、見たというのをですね、見せてもらったことがあるんで、ぜひともですね、まあ、この辺の画像をですね、いただいて、なんとかビジュアル版7つの秘伝を完成させようと、今必死にですね、制作している最中です。僕のですね、実践動画やですね7つの秘伝、それから、演出のですね際立った、パチショットなんかはですね、すべてスマホサイト谷村仁志パチンコランドの方に、登録なさって今すぐチェックしてお正月の実践に役立ててください。いや、非常にですね、普段見れてないものも、たくさん撮れてますんで、ぜひこの辺を参考にですね、ゴジラ対エヴァンゲリオンで10連20連30連と、10万発を目指してください。ぜひですね、僕の、実践データなんかをご覧になりたい方は、もう一度ですね、谷村仁志パチンコランドをチェックしてみてください。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録グッドボタンをお願いいたします。谷村先生の実践の詳細などは概要欄からパチンコランドにご登録いただくとご覧いただけますので、ぜひご登録ください。